シリコンバレー銀行破綻のニュースっていうのはチャンスにこそなれ、ピンチにはならないと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三菱 UFJ 株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、三菱 UFJ ですね、直近での株価推移ということなんですけれども、はい、この動画を撮っている時点で、3営業日連続で下落ということです。はい、なおということで、株価の急落要因っていうのをですね、三菱 UFJ の内部要因とですね、外で起きている、外部要因で考えた場合、株価急落の原因っていうのは、三菱 UFJ の内部要因の方には全く見当たらないということです。はい、であれば、現在の株価急落っていうのは 100% 外部要因によるものということですね。で、もちろん最も影響が大きいと考えられる外部要因っていうのが、シリコンバレー銀行の破綻という、この一つのニュースですね、が、これが一番大きな影響を与えていると考えられます。はい、すなわちということで、シリコンバレー銀行のですね、顧客企業の資金繰りが厳しいということで、シリコンバレー銀行はですね、貸し出し金っていうのを増やしていて、なおかつですね、顧客が預けてくれていた、現預金っていうのが減ってるという状態だったんですよね。だから、シリコンバレー銀行の顧客企業の、売上とか利益という面が厳しくて、それで、シリコンバレー銀行の現預金、顧客からの預金というのが減っていたということです。はい、だから、シリコンバレー銀行としてはですね、今後も顧客からのですね、預金っていうのが減っていく傾向が続くというふうに考えてですね、じゃあだったら現金っていうのを積み増しておいた方がいいということで、増資っていうのを発表したんですけれども、それを株式市場の方がですね、慌ててですね、いや銀行が増資をしなければならないほどですね、経営厳しいんじゃないかというふうに、取り違えたというか錯覚したんですよね。それで結局預金の引き出しのですね、取り付け騒ぎっていうのが起きてしまって、潰れる必要が全くなかった、シリコンバレー銀行っていうのが、結果的には経営破綻してしまったと、こういう流れになっていましたということです。はい、ではということで、このシリコンバレー銀行の破綻とですね、三菱 UFJ はですね、直接何か関係あるのかということなんですけど、ないんですよね。全くないということです。はい、強いて言うなら、銀行を中心とする金融機関であるという、業種区分ぐらいということです。それぐらいしか本当に関係がないということです。はい、あとは驚くくらいですね、全く関係がないということです。はい、ちなみにですね、2008年のですね、リーマンショックの時っていうのは、同じ金融機関だったとしても、三菱 UFJ は危なくなった側ではなくて、逆に危なくなった金融機関を救済に回った側ということです。はい、つまりということで、危なくなったですね、当時モルガン・スタンレーの、第三者割当増資に応じてですね、モルガン・スタンレーを、危機から救ったのが、三菱 UFJ だったということです。はい、結果、三菱 UFJ はですね、モルガン・スタンレーの、V 字成長にですね、貢献したということです。はい、ちなみにということで、シリコンバレー銀行に関してはですね、本来破綻する必要がなかった銀行ということで、基本的にはですね、その利益体質ですね、基本的には利益である、年の方が多かった年、銀行ですし、利益剰余金っていうのも1兆円超えていたということですよね。だから本当に株式市場とかもしくは預金者が、ある意味こうパニックにならなければ、潰れる必要は全くなかった銀行ということなんですけれども、はい、にもかかわらず、現在ですね、潰れる必要なかったのに、破綻する必要なかったのに現実は破綻したわけです。はい、なので、シリコンバレー銀行関連ですよね、例えば子会社とか事業というのは、現在、投げ売り状態になっているということです。はい、だから、HSBC ですね、イギリス系のですね、香港にですね、大きな拠点っていうのを持っている、この HSBC に関してはですね、シリコンバレー銀行の、英国、イギリス子会社ですね、シリコンバレー銀行の、子会社ですね、この子会社は顧客から、預金を1兆円ぐらい預かっているという会社をですね、買収しましたということです。要するにシリコンバレー銀行関連っていうのが、子会社とか事業っていうのが今現在投げ売り状態なんで、その投げ売り状態の一つですね、子会社っていうのを、買いましたということです。
です。はい、ちなみに、まあ、いくらで買ったのかっていうことなんですけど、まあ、162億円ではなくて、162万円でもなくて、わずか162円で一子会社を買ったということです。はい、まあ、顧客からの預金1兆円ですね。まあ、だから、まあ、結局シリコンバレー銀行の英国子会社っていうのは顧客から1兆円、まあ、預金を預かっているわけですけど、その子会社っていうのをたった1ポンド162円で買収しているということですね。はい、もうさすが銀行ということで、もう賢すぎるということですよね。まあ、まさに機会タイミングをもう逃さなかったということです。はい、で全く同じニュースに対して片やですね、全く関係のない三菱 UFJ をなぜか急ぎうる投機家もいると思えばですね、まあ、もう一方ではですね、まあ、預金1兆円もある、まあ、子会社をわずか1ポンド162円で急ぎ買う銀行ということで、全く同じニュースをピンチと解釈する投機家とチャンスと解釈する銀行ということですね。はい、で、まあ、この5年後10年後ですね、まあ、両者の経済状態にどれほどの差がついているのかっていうのはもう言うまでもないということです。はい、もし最初から2年以内の売却を考えているなら弊社への投資ははっきり進めませんということです。1、2年単位っていうのはいろんなことが不合理なことも含めて起きるので、バークシャハサウェイでさえですね、1年で株価が 50% 以上下落したというのが過去4度もあったということなので、もし1、2年単位でやるというのであれば、それはもう投資ではない、だから投資としては進めないということですね。でもし、まあ、世界80億人の全員が、まあ、合理的であったならば、まあ、株式投資で利益を出すということはこれはできないということですね。理論上不可能ということです。はい、なぜかっていうと、価値と時価の差に、間にですね、差が出ないんですよね。もし地球上80億人全ての人が合理的だというのであれば、価値に見合った時価がいつもついているので、だから取引では差が出ないということです。はい、価値1000円のものを時価1000円っていう値段がついているということであれば、1000円のものを売ったり買ったり売ったり買ったりしても、何回繰り返したとしても利益が出ないということですよね。はい、しかし現実はですね、株式投資では利益が出るわけです。はい、しかも単なる現預金とは、まあ、桁違いに大きな利益が出るということですね。でなぜかっていうことなんですけど、はい、株式市場の参加者間で、まあ、どれくらい合理的かっていうのに、まあ、桁違いの差があるということです。みんなが同じだけ等しく合理的ってことはないということですよね。まあ、ものすごく合理的な投資家もいれば、まあ、はっきり言ってもう感情で脊髄反射的に反応する投機家もいっぱいいるので、そのどれくらい合理的かっていうのにですね、参加者間で、まあ、桁違いの差っていうのがあるということです。はい、でもっと言うならば、まあ、勉強の質と量に、まあ、桁違いの差がある。だから株式投資で利益が出るわけですね。はい、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えりと、されども今広くこの人間世界を見渡すに、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、そのありさま雲と泥との相違あるは何ぞや、別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなりということですね。で、はっきり言って銀行という業種はですね、まあ、成長産業ではないんですよね。まあ、これから銀行ってぐんぐん伸びていくような、まあ、そういう産業じゃないということです。はい、全世界的に見ても、まあ、成熟産業ということですね。足りないのはお金じゃなくて人なので、ね、はっきり言ったら何か一つのね、時価総額100億1000億1兆10兆というようなお金をつく、ね、実際一つの産業っていうのを生み出してくれるような、そういうこうね、類いまれなる人材はもうめちゃくちゃ不足していますけど、お金自体は余ってるわけですよ。まあ、だから全世界で3兆円、うち流通してる金額は1兆円とか、まあ、めちゃくちゃお金自体は余ってるわけですよね。だから商品自体が余ってるんで、だからこの銀行っていう業種自体はこれからぐんぐん伸びる業界ではないということです。もう完全に成熟してるということですよね。だから、まあ、銀行がある時突然利益を急成長させるってことはこれはないということです。だから例えば、まあ、今からだったら AI 人工知能だとか、まあ、メタバースだとか、まあ、そういう何かね、今後なんかものすごく大きく社会を革新するような、まあ、そういう産業とかっていうのでは銀行はないので、だから、まあ、何か突然ですね、まあ、利益が急成長するってことはこれはないということですよね。でもしあるとしたら、もうゆっくり時間をかけて少しずつその積み上げで
複利的に成長するかどうかということです。はい、だからまあ銀行である三菱 UFJ の場合はですね、まあ、当期純利益っていうのは、まあ、例えば昨年対比で 3% 増えました、 5% 増えましたっていうような、まあ、そういう当期純利益が増えて、で例えば当期純利益が 3% 増えましたとか 5% 増えましたというのであれば、それは投資家にとって株主にとってのまあ分配原資が増えたということになるので、だったらそれを配当で還元してもらう、つまりまあ株主からすると配当受け取れる配当金が増えるということですよね。はい、そしてまあ株主も当然時間をかけてですね、まあ、配当の複利的な増加でまあ豊かになっていくっていうのをまあ目指すということです。だから当の三菱 UFJ 自体がまあ急激にですね、短期的に急激にまあ成長するような企業じゃないので、時間をかけて当期純利益という分配原資を増やしていくというのであれば、株主からすると時間をかけて配当の成長っていうのを期待して、それでまあ受け取りながら豊かになっていくというのをまあ目指すというのが本筋なんですよ。だからまあ三菱 UFJ っていうのは、まあ何か一つのニュースがあるたびに脊髄反射的に売ってしまう投機家には全く向いてないということですよね。そういう、こう短期的な取引でまあ利益を出すっていうのは、まあものすごくまあ難しい銘柄ということです。はい、なのでまあ向いてるとしたら、まあ買って持ち続けて、で時間とともにまあ受け取る配当っていうのが増えていって、その増えていく配当を受け取りながら豊かになるというのをまあ目指すですね、まあ、長期投資家にだけまあ向いてる株ということです。はい、投機的に株を買って次の日に売る人たちは、私たちの会社のことなど気にしていないのだろうと、同じように私たちも投機家たちのことを気にしない、私たちは長期投資家をとても大事にする会社だということですね。はい、なおということで、まあ、シリコンバレー銀行の破綻と、まあ、三菱 UFJ の今後の業績にはこれはもう関係がないということです。破綻しただから何なんだということですよね。むしろということで、まあ、シリコンバレー銀行破綻のニュースっていうのは、まあ、三菱 UFJ にとって、まあ、チャンスにこそなれ、例えば HSBC みたいにですね、もう投げ売りされてる子会社を一社買うとかっていうような、まあ、チャンスにこそなれ、ピンチにはならないということです。はい、であれば長期投資家にとって大事なことも何も変わってないということですよね。要するにシリコンバレー銀行が破綻したニュースと今後の三菱 UFJ の業績推移に何の関係もないんだったら、だったらそれを判断する投資家にとって大事なことも何も変わってないということです。はい、すなわち、まあ、三菱 UFJ はですね、まあ、今後も安定的に当期純利益を1兆円稼ぎ続けるかどうか、そこだけを判断すればいいということです。まあ、今までと一緒っていうことですね。はい、そしてということで、まあ、三菱 UFJ は今後も安定的に当期純利益1兆円を稼ぐという前提で、まあ、企業価値を算出したならば、まあ、三菱 UFJ の企業価値は、まあ、16.6 兆円の価値ということです。はい、ではですね、まあ株式市場の評価である三菱 UFJ の時価総額はいくらで評価されているかということなんですけれども、まあ、10.4 兆円で評価されているということですね。はい、だから割安ということです。価値に比べて時価が安いということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、三菱 UFJ の今後の株価はですね、823円が1201円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回は三菱 UFJ 株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は上がるという結論です。はい、そしてですね、最後に大事なお知らせを一点させてください。本日3月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表をしています。もし内容に興味関心があるということであれば、まあ、期間限定での発表になりますので、期間中に概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。